はい、今ですね、何をしているかというと、君はなぜ生きるのかを見に行ってまいります。ああ、周りはカップルとかばっかりだろうな。俺はロンリネスだ。あれね、なんかいい評価と悪い評価の真っ二つに分かれてて、真ん中の評価がないんですよね。めっちゃ良かったかめっちゃ悪かったかの半々。めっちゃ良かったが 30% だったかな、めっちゃ悪かったが 35% で、だからね、評価点はえらい低いんですよ、今までのジブリの中でも。でもね、楽しい、真ん中がないんで、めっちゃ悪かったも多いから、それで評価点を下げてる可能性は十分あるんで、まあ、真っ二つというのは逆にいいのかなって。中途半端よりはなんか分かりづらいとか、そういうコメントが多かったらしくて、どういう意味なのかをちょっと、で YouTube とかでもねちょっと見てたけどね、いまいち内容が分からんということで、見に行きましょう。ハゲ一人寂しいでございます。予約しましょう。真ん中が意外と埋まってるな。人が近くにいると嫌なんだよな。はい、皆さんこんにちは。君はなぜ生きるのかをたった今見てきました。まずね、評価から言ったら5段階のうち5点です。満点ですね。これはこれね、あの評価が低いと評価が高いが はっきり分かれた映画って言われてた理由も分かりましたね。あれはまず一つ目の、なんで評価が低かった、これは多分子供にはねちょっと難しい気がしましたね。大人が見てなんかちょっと心に響くというか、自分が子供の頃にこれを見たところで心に響くかって言ったら、そこまでの思考力がないような気がするんですよね。というのも、ちょっとここからネタバレちょっとだけ入りますけど、そもそもなぜ地球は存在するのか、その地球の存在意義だったり、人という生物が存在する意義で、私たちはなぜこういう地球に生まれたったのか、なんかそこまで深掘りされてる映画だったんで、子供が見てそこまで深く考えれるかなって言った時に、自分だったら絶対考えきれてないんですよね。今もう38になって、いろんな本とかいろいろ人生経験を積む中で、その自分というもの、存在意義を考えたり、なんで地球って存在するのかなっていう、まあ一度は考えたことがある人はいるかもしれないですけど、確かにね、生物、人間っていうこと自体面白いなとは前々から思ってたんですよね。そもそも地球の先には宇宙があって、宇宙の先には何があるんだろうって、それを考え出すとね、確かに答えがないというか、そしたら生物ってそもそも本当は存在してるのかっていうところまで深掘りされていくんで、そしたらね、宇宙の先って本当にあるのかなっていう、じゃあ一番その先はどうなってんのかなって話で、しかも地球って宇宙規模で考えるとミジンコ、もう目に見えないぐらいの微生物、地球ってレベルの大きさなんですよね。まあ確かその太陽系とかいろいろこう見ると分かりますけど、もう目に見えないぐらいの、自分たちが微生物を見えないぐらいの
ちっちゃさなんで、宇宙単体で見ると、いや、そう、宇宙レベルとかで考えると、そもそも人間の生きる意義、地球がある意義を疑いますよね。そもそも地球って存在する意味はあるのかっていうところですよね。だから俺たちって結局存在意義を後付けてつけてるだけであって、この地球に、ちょうど今さっき動画上げましたけど、その生まれたくて生まれてきているわけじゃなくて、なんていうのかな、本当に奇跡的なものでこの地球に生まれてくるの来てるわけで、まあ、そういったものもちょっとね含まれたから面白いなっていう。だって精子なんか、あれ、なんちょっと忘れましたけど、何万分の1の精子でしょ。だから人間が生まれるって結構すごいことなんですよね、その精子の数で考えたら。確か1回の精子であれ何個やったかな、ちょっと忘れましたけど、確率論から言ったら宝くじが当たるような奇跡でこの自分というものが作り上げられてるわけで、すごいことなんですよね、この地球に降り立った確率論から考えると。だから人間として今存在してることが正直すごいことだと思うんですよね。今日映画を見て、前昔そういうことを考えたことありましたけど、改めてやっぱり一人の人間としてこの地球上に立っていることの凄さを再認識させられたというかね。だから一人一人がね、生まれたくて生まれてきたわけではなく、確率から生まれたわけであって、まあ、生まれてきたことが正解と思えるような人生なら、それは運が良かったになり、なるでしょうし、まあ、不幸な人、自殺する人とかもいますし、それが運が悪いと捉える人なら、本当に宝くじが当たる確率で地球に降り立つわけですから、精子の数とかいろいろ考えたときに、それはまあ運が悪いという捉え方したいでしょうけど、地球に降り立つことが運が悪いのか運がいいのか、そもそも本当にすごい確率で地球上に自分たちは立っているということが、ちょっと今日の映画を見て認識させられたというか。だからあれ評価が低い理由は、内容はマジでね、ジブリ作品の中で俺の中でズバ抜けて1位でしたね。ただ子供が見る映画にとっては難しいと思いますよね。自分が高校生でも、なんか高校生の頃もずっとバカでしたから、考える力がない人にとっては何言ってんだろうって感じだと思うんですよね。ただ深掘りして考える人にとっては、あー、やっぱりすごい映画だなーって。だから宮崎駿は人間、その人間でこの地球上に降り立つことって本当にすごいことっていうことを絶対に伝えるような映画だったと思うんですよね。だからどう生きるか、本当に お前たちはこの地球上で生まれることってすごいんだぞっていうメッセージをちょっと本当受け取りましたね、宮崎駿から。そもそも本当にそうだと思うんですよ。まあ昨日この前の動画でも言いましたけど、この世に産んでくれって親に頼んでるわけじゃないんですよね。そもそも親たちの偶然とか重なって生まれてきてる。だからそのできちゃった結婚でも、できちゃった結婚じゃなくても、それはすごいことなんですよね。生まれてくるってことは、やっぱり確率論、論理的に考えても、確率論からしても。だから自分が言いたいのは、それくらいこの地球上に子供を産むってことは大変なことなんで、それくらいの覚悟を持てないと、やっぱり子供ってね、この世に産んだらダメだと思うんですよね。だって大変なこと結構多いですよ。楽しいこともありますし、両方あるんですけど、それを一生ここに産んだからには背負わなければいけないんで、その覚悟を持って子供を産めるかどうか。だから簡単にこの世の中に産み落としたら
いけないと思うんですよね。まあ、結果論で幸せに子供をする人はいっぱいいるんで、それは別に責めてるとかじゃなくて、責任産んだ後できちゃった結婚でも責任持って育ててるならすごいことをというかいいことだと思いますし、ただね、産み落として責任感も持たずに、そのなんていうのかな、また離婚とか自分の母親の兄ちゃんのようにね、結婚と離婚したりを繰り返して子供だけどんどん産んで、あとは養育費だけ払ってみたいな、そういう人なんですけど、どういう理由があったとしてもそういう子供の作り方には、まあ、自分は全然賛成できないんですよね。というのも、生きていくってことは絶対に自分が今まで経験してきてる中で大変さも絶対味わってると思うんですよね。それを自分が子供を産んで最後まで責任を取るってことは、その子供を幸せにする自分なりの最大限の努力をしなくちゃいけないと思うんですよ。その幸せかどうかはその子供の本人が決めることなんで、幸せにするっていうのはそれは子供も自分の主観があるんで、あの幸せにするって言ったらちょっとおかしいんですけど、ただ自分の中での最大限子供を幸せにするぐらいの覚悟がないと、俺はちょっとその子を持つ責任は持てないなと思って、簡単にはその子供を作る結婚とか子供とか言えないんですけどね。そういう考えにたどり着いた時に結婚できるかどうか子供を産むかどうかだとは思うんで、だから自分の母親の兄のようになんか本当に無責任というか、なんで無責任かって言ったら、まあ、表面的なとこしか見てないって言われたら、そう事情いろいろあるとか言われますけど、まあ、事情はこの動画では話せませんけど、ただ子供が不幸せなのは明らかに見て取れたんで、それをいいように解釈したらダメだと思うんですよね。その大人の都合で絶対に両親が不仲だったりいろいろあったら絶対嫌な体験はしますからね。だから最大限の努力はしなくちゃいけないと思うんですよね。それなのに結婚と離婚を繰り返す人って簡単にいますから、ああいうのにはマジで賛成できないんですよね。だから自分としては浮気とか本当考えられないし、そういったことをちょっと考えさせられる映画ではあったんで、だからあれがなんで面白くないかっていうその理由は分かりましたね。子供は理解するのは難しいと思いますね、まだ。だから多分低評価をつけたい人たちは多分なんていうのかな、まだ子供だったり深く考えきれない人は楽しくないだろうなっていう映画ではありましたね。ただ自分がその深く考えれるかどうかはその基準値がわからないんで、それはわからないんですけど、まあ、深掘りして考えればいい映画だなとは思いますけどね。やっぱりね地球に生まれて自分の人生って本当有限だなって思わされる映画で、ああもっと頑張らんといかんなって本当正直思いましたね。あと、やっぱり両親も大切にしなくちゃいけないなって、まあそういう口喧嘩とかしますけど、まあそれは別にいいと思うんですよね。この前の動画で挙げたように母親にこう言い返すこともありますけど、それと親を大事にするっていうのは俺の中で別物なんで、自分の意見はやっぱり主張するべきであって、親を大切にすると主張しないっていうのは違うんで、自分の考えたことはやっぱり親であっても主張すべきだし、その上で大切にするということですよね。大事なことは、そういった意味ではなんかね、いい映画だったと思うけどな。
なんか胸が熱くなるというか、ちょっともう一度、確かに人生って有限だ、有限だよなっていう。だってもう38ですからね、早いもん。ただあと20年後にはもう58だしね、10年後だともう48やし、やばいな本当。このままだとやばい。でもハゲ治療も頑張らないといけないし。この服ね結構気に入ってんですよ。あとね思ったのは、その映像の中でいうレトロ、本当に昔の映像っぽく描かれてるんで、めちゃめちゃいい屋敷だな、家だなってめっちゃ思ったの。ああいう家に住みたいんですよね。ちょっとレトロ感が、昔の昭和の家とか好きなんですよね。デザインも良かったよな、絵も。